マッテオ・ダルミアンは、イタリア・レニアーノ出身のサッカー選手、パルマ・カルチョ所属。ポジションは DF、AC ・ミランでキャリアをスタートし、当時17歳で、セリエ A デビューを飾った。パドバには1シーズン所属し、セリエ B 残留に貢献した。パレルモに1シーズン所属した後に、トリノに移籍し、2015年7月に、マンチェスター・ユナイテッドへ移籍が決定した。U-17 から。 U-21 の代表経験があり、2014年5月に A 代表デビューを果たし、同年に開催された 2014FIFA ワールドカップのメンバーにも選出された。ダルミアンはアメリカにルーツを持つ家族のもとに生まれ、レスカルティーナの大きな広場で嘘カルチョでコーチを務めていた父ジオバンにの手ほどきを受けながらサッカーを楽しんでいたが、 A.C. ミランのスカウトであり、元プロサッカー選手のゴールキーパーであったベニャミーのアバーテにその才能を見出された。2000年に AC. ミランのユースチームに加入し、2006年11月28日に行われたコッパイタリアのブレシア戦に後半からカハ、カラーゼと交代で出場し、16歳でトップチームデビューを飾ると、2007年5月19日に、 行われ、2から3で敗れた、ウディネーゼカル挑戦に67分から、ジュゼッペ・ファバンリと交代で出場し、セリエ A デビューを果たした。2007から08シーズンは、プリマベーラでキャプテンを務め、コッパイタリアで1試合に出場し、翌シーズンは、リーグ戦3試合に出場したが、ミランにおけるトップチームでの出場は、これが最後となった。二千九年七月十七日、 ダルミアンはシーズン終了までのローン遺跡でセリエ B に所属していたパドバに加入することになった。公式戦デビューはホームで敗れたビチェンツァ戦であるダルミアンはリーグ戦20試合に出場し1ゴールを挙げチームは19位に終わったがプレーオフでトリエスティーナに勝利しセリエ B 残留を果たした。チスカ・モスクワ戦でプレーするダルミアン2010年7月11日 ダルミアンがオーストリアで行っているパレルモのプレシーズンキャンプに参加することが明らかとなり、後に共同保有という形で加入することで、パレルモとミランはダルミアンの一席について合意した。当初明らかとされていなかったが、翌日にパレルモは保有権を得るために80万ユーロを支払ったことを発表した。2010年9月16日に行われ、2から3で敗れた UEFA ヨーロッパリーグの スパルタプラハ戦でデビューしたが、ダルミアンにとって UEFA の主催試合に出場することは、これが初めての経験となった。リーグ戦でのデビューは4戦目のユベントス戦であり、ハビエル・パストーレと交代で出場し、チームも3から1で勝利を挙げた。スターティングメンバーとして初めて出場したのは2011年2月6日に、行われ4から2で勝利したレッチ戦であるが、 怪我により33分で交代となった。最終的にリーグとコッパイタリア、ヨーロッパリーグの試合を合わせ16試合の出場に終わった。2011年6月23日にミランとパルルモは共同保有権を更新することで合意し、7月12日にはローンでセリエ B に所属していたトリノに加入することになった。2011年8月13日に行われた。 コッパイタリア2回戦のルメッツアーネ戦でデビューを果たし、10月30日に行われたセリエ B のエンポリ戦で初ゴールを記録し、チームも2から1で勝利を挙げた。11月13日に行われたバーリ戦で負傷し、5試合を欠場することになったが、最終的にリーグ戦33試合に出場し、チームのセリエ A 昇格に貢献した。2012年6月20日、 パレルモは50万ユーロを支払い残り50%の保有権を得ると7月5日にはトリノが82万5000ユーロを支払いダルミアンはパレルモとトリノの共同保有という形となった2012から13シーズンはセリエ A で30試合コッパイタリアで2試合に出場するとシーズン終了後の2013年6月20日にはトリノが150万ユーロを支払い トリノが100%の保有権を得ることになった。2013から14シーズンはセリー AA で37試合に出場し、チームは7位につけるとパルマが UEFA ライセンスを得られなかったため、トリノはヨーロッパリーグ出場権を獲得した。ダルミアンはチームメイトのチーロインモービレと共にセリー AA のベストイレブンに選出され、2014年5月18日に行われ、 ニからニで引き分けたフィオレンティーナ戦でトリノでの100試合出場を達成した。2014から15シーズンは2014年8月7日に行われたブロマポイカルナ戦でシーズン初ゴールを記録し、2試合合計7から0とヨーロッパリーグ予選3回戦突破に貢献した。リーグ戦では10月29日に行われたパルマ戦で初ゴールを記録し、12月11日行われた。 ヨーロッパリーグのコペンハーゲン戦でも再びゴールを挙げた。2015年2月26日に行われたヨーロッパリーグのアスレティックビルバオ戦では決勝ゴールを決め歴史的な勝利に貢献しクラブはラウンド16に進出した。最終的にダルミアンはリーグ戦とコッパイタリアヨーロッパリーグを合わせ47試合に出場し5ゴールを記録した。2015年7月11日 推定1、270万ポンドの移籍金で、マンチェスターユナイテッドへ移籍が決定し、ダルミアムは1年間の延長オプションのついた4年間の契約を結んだ。2015年8月8日に、オールドトラフフォードで行われた、開幕戦のトッテナムホットスパー戦でデビューを飾り、監督のルイ・ファン・ハールは、ダルミアムがその試合で最も良かったと話した。2015年9月10日には、 投票によりクラブの8月の月間最優秀選手に選ばれ、ファンのみんなに選んでもらったことは大切なこと。彼らに感謝したいし、とても幸せです。私を歓迎してくれていると感じさせてくれた、チームメイトやクラブの人たちにも感謝をしている。と、話した。2019年9月1日、パルマカルチョ1913と契約した。 ポルトガル代表戦でプレーするダルミアン U-17 と U-18 の代表を経験した後の2008年7月、フランチェスコロッカにより U-18 代表に招集され UEFAU-19 欧州選手権2008では右サイドバックのレギュラーを務めた。2009年は U-20 代表の一員として地中海競技大会にも出場し、 U-20 代表として通算7試合に出場した。2009年3月25日に行われ、2から2で引き分けたオーストリア代表戦で U-21 代表デビューを果たした。2014年3月10日から12日にかけて A 代表の監督を務めていたチェーザレ・プランデッリが若手の底上げを目的とした合宿を行い、ダルミアンも招集を受け、 4月14日から15日にかけて行われた2度目の合宿にも参加した。トリノでの活躍が評価され、2014年5月13日に発表された 2014FIFA ワールドカップに出場するイタリア代表候補30人に選ばれた。5月31日に行われ、0から0で引き分けたアイルランド代表戦に右サイドバックとして出場し A 代表デビューを果たすと、 翌日に発表されたワールドカップ出場メンバー23人に選出された。6月14日に行われた初戦のイングランド代表にスターティングメンバーとして出場し、ワールドカップデビューを飾り、2戦目と3戦目にも出場したが、2試合ともに0から1で敗れ、グループリーグ敗退となった。ワールドカップでイタリア代表はグループステージ敗退に終わったものの、ダルミアンの評価は高まり、 アントニオ・カブリーニからは、イタリア代表の DF のようになる可能性を秘めている、と称賛された。2015年の初めには2014年のイタリア代表選手の中で最優秀選手に選出された。2015年10月10日の UEFA ユーロ2016予選、アゼルバイジャン戦で代表初得点を挙げた。ダルミアンは、センターバックとして、キャリアをスタートしたが、現在は、 右サイドを主戦場とするサイドバックとしてプレーしている。ダルミアンはその攻守両面における活躍、戦術理解力の高さと運動量の多さにより、アントニオ・カブリーニやパオロ・マルディーニと比較されている。2012から13シーズンにはヨーロッパのリーグランク上位5つのリーグに所属する選手の中で1試合平均最多となる5.3回のタックル数を記録した。 2015年5月31日更新2017年6月12日、現在 AC ミランマンチェスターユナイテッド、ありがとうございます。